私は寸胴をまたぐような体勢をとり、思いっきり気張った。さあ、これで小便スープの完成よ。これが後に大問題になろうとは、この時は知る由もなかった。私の名前はイーラン、25歳。はい、お待ちどうさま。ああ、今日も美味しそうだね。特にスープもいい色。2ヶ月前に中国の地方都市で小さなラーメン店を開店させた新人店主だ。自分一人で調理から経営までを行うため不安も多かったのだが。本物のイーランちゃんだ。本当に美人だね。来てくれたんだ、嬉しい。投げ銭ありがとう。昔ネット配信者として人気だった時期があり、元配信者のお店としてそれなりに客をつかめた。ちなみに日本のラーメンは中国に起源を持つが、日本国内で独自に進化したものであり、中国のラーメンは牛骨や牛肉とスパイスを煮込み、柔らかい麺に香草を乗せているなど趣が異なる。そんなこんなで私は自分の人気に助けられながら商売をしていたのだが、あれ、隣に何かできるのかな。ここ何ができるんですか。ああ、先週券ができるらしいよ。繁盛するだろうね。え、なんと人気ラーメンチェーンができるという。目をつけられていたんだわ。悪評は本当だったんだ。そのラーメンチェーンは地方で個人店がラーメンの需要を作った噂を聞きつけ出店してくる。そして安い値段と安定したクオリティで客を持っていくという手段を取っている。だが戦略が分かっていても防ぎようがなかった。はい、美味しくて安いラーメン、オープン記念で半額だよ。半額？先週券が味もいいんだよな。うちも営業中です。その日は結局開店休業状態に。いや、その日だけじゃない、国民性からか2軒並べば安い方を選んでいく。どうしよう、もう2週間も客が一桁。このままじゃ潰れてしまうわ。また今日も一人寂しく店の片付けをしていると。あー、しんど、だる。でもスープも麺も本部から来るから普通の店より楽でよくね。意外と店員は適当なのね。こんな店に負けるなんて。裏口でグダグダ喋る店員たちを見かけた。そして本日28名の食中毒者を出したとして市内の焼肉店に営業停止処分が下りました。営業停止処分、そうか。このニュースを見たことで私の中に悪魔の計画が誕生した。2週間後、いらっしゃっせ。2名ね。そこの席に座って。私の店はオープン当初のような賑わいを見せていた。今日も忙しかったわね。使ってた調理器具はこれで全てだな。はい。そして横では保健所スタッフに凄まれている先週券の店長が、どうやら私の計画は万事うまくいったようね。あの後私は隣のお店の営業を終わるのを待ち、誰もいないわよね。裏口からピッキングをして潜入。クリップと細いマイナスドライバーで簡単な鍵は開けられる。中に入り厨房でお目当ての品物を見つける。これがこの店のスープね。私をイラつかせたことを後悔しなさい。私はその寸胴鍋にまたがると、スープへ我慢して貯めた1日分の尿をぶちまけた。それだけじゃ物足りないと大便も加えてやったわ。色味は元のスープと変わらなかったが、匂いが強烈すぎる。ヒッヒッヒッ、これでこの店はおしまいよ。なので香辛料などを混ぜて匂いをごまかした。次の日、先週券はいつも通り開店から満席になった。へい、お待ちだ。なんかいつもと匂いが違うかも。うんうん、これこれ、うん、客がそのラーメンを口にする。おいや、お客さん。ラーメンを食べた客が凶悪な違和感を感じ、次々と嘔吐し始めた。間もなく店には大量の救急車が到着。大丈夫ですか？早く救急車に乗せるんだ。え、何が起こってるんだ。店中よ。事態を飲み込めない店長はただあたふたし同士だったわ。病院に担ぎ込まれた客たちは一時的に体調不良を訴えたものの、なんだかクソまずくて勝手に吐き出してしまいました。排泄物に付着する菌類は加熱すると死滅するため、単に身体反射によるものだ。だが大量の体調不良者を出したということで、お店は営業停止に。美味しいラーメンを中国に広めたかっただけなのに。つまないわね。これで私の店の客足は戻ってくるはずだったのに、しばらくするとお客さんも寄りつかなくなっていった。あれ、横のお店も潰れたのに。うん、もういいや。え、客も途中で残して帰るなんてこともあった。さらに最悪は追い打ちをかけてくる。イーランさん、裏通りの防犯カメラの映像からあなたがピッキングしている様子が映っていました。え、防犯カメラ。
一体お隣さんで何をしていたんですか？警察がオート事件前日に侵入する私の映像を見たというのだ。身体検査の結果、床に残っていた尿成分との一致により逮捕、懲役8年の刑を食らった。なんでこうなっちゃったんだろう。でも姑息な手を使って客足を戻そうとしても戻ってこなかった。絞るべきは悪知恵ではなく料理研究だったと今となって痛感している。